はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。前回花子様を裏切って真犯人はよりのぶですと言い募ったものの、案の定荒坂の特殊部隊に突入されてなんとか逃げ出したところだったね。なんか竹村さんも助けられそうな感じだったが、見つけられなかったものはしょうがない。方向音痴なプレイヤーを恨んでもろて。あ、ちなみに今回と次回はめちゃめちゃ話を聞く回です。我々もちょっと黙りがちになるぞ。このモーテルは俺たちみたいなクズ専用なのかね。エアコンは故障、床には使用済みの針、トイレは流れねえ。あの後なんとか安宿に逃げ込んだのか、もしかしてここってヘルマンを尋問した場所かな。ナイトシティは目と鼻の先だぜ。街を出る奴はそのまま通り過ぎる。逆に街に向かう奴はそっちで止まるだけだ。こんな場所に立てて何の意味があるんだよ。こんなとこに止まる奴はな、正真正銘の負け犬だ。だいぶへこんでるなジョニー君。まあ無理もないが。立場が逆転したな。ジョニー、いい加減に。今じゃ俺たちの方が荒坂の襲撃にビクビク怯えてる。いいか、誰かノックしたら警告なしでドアにぶっ放せ。竹村みたいにおだぶつしたくはないからな。聞こえたな。ええ、車の音だ。クソ、一人か。銃を構えろ、B。ええ、ここまでひどい目に遭ってるんなら逆に来客は味方だと信じる方がマシじゃない。どうせ味方じゃなかったら終わりなんだし、ネガティブなプラス思考だ。音を立てるな。 B への伝言を持ってきた。あら本当。はい、今出ます。いるのは分かってる。寝てるの？起きてちょうだい。誰なの？早く答えて。ああ、モーテル中に聞かせるつもり？中に入れて。ほいほい、どうぞ。汚いところですが。こっちは武装してる。変な真似はなしよ。やっとね。ちょっと、壁のあれは血なの？ええ、おかげで星の評価はゼロよ。それで私に伝言があるって？そうせかさないで。すぐ始まる。え、思わせぶりな発言。一斉攻撃が始まるんじゃあるまいな。そうだとしたら今さら警戒しても遅くない。それもそうか。座って話を聞けるっぽいな。ドールか。プロキシかも。はっきり言っておくわ、今でもあなたはどうかしてると思うけど。花子なの？これ以上自分をごまかせない。あなたを信じる。おお、花子様が遠隔で喋ってるのか。すげえな、プロ騎士ってそういうことね。花子様、箱入り娘だけど外の世界に興味があってネットランナー技術も独学で学んだらしいからね。荒坂は見つけようと思えば誰でも見つけられる。偉そうに。もっと早く信じてくれてたら五郎は死なずに済んだかもしれない。竹村さんは死んだのか。そりゃそうか。今こうやって会話ができているのは彼のおかげなのよ。それを称えてあげて。そうね。頼信は我が社の心臓に担当を突き立てた。傷が浅いうちに動かないと。あなたには手伝ってもらう。兄の罪と裏切りの生き証人として。手伝うのは全然いいんですけど、先に B の命の危機を何とかしてほしいな、なんて。先に手を貸してもらう。説明不足だったかしら。時間がないのよ。それはこっちも同じよ。なんなら死にかけてる。死んだら証人として役に立たないでしょ。分かったわ。神輿について知ってることを教えて。
見越し。父が力を入れていたプロジェクトね。地球を回る軌道ステーションにサーバー群を置いたデータ要塞よ。軌道ステーションにあるのか。人格コンストラクト、デジタル化された精神のアーカイブとして使われている。監獄でしょ。考え方次第ね。どちらにしてもそこで救済は得られない。レリックとコンストラクトの作成について十分な知識がない限りはね。ヘルマンと話をした。カンタオにかくまわれてたのよ。彼曰く記憶痕跡に侵食され尽くすのは時間の問題で、もう止められないって。科学者がそこまではっきりと結論付けるとは驚きね。それでもレリックの設計図は手に入れた。内部の仕組みが詳しく書いてある上、プロジェクトの技術資料もついてる。それなら希望があるかもしれない。ヘルマンが生きてるならなおさらよ。彼に連絡して退職届を出し忘れてるわよって教えてあげないと。オルト・カニンガムと連絡が取れた。あのカニンガム？ソウルキラーの発明者よ。独自に改変したバージョンを持ってる。それは役に立ちそうね。状況としてはそんなとこね。それで？直接会いましょう。場所はシティセンターのエンバースで。そこなら目立たない。一つ覚えておいて、これからはお互い必要以上に用心するのよ。あ、元の人格に戻った。すげえ職業だな、プロ騎士。体を他の人物に明け渡すのを職業にしちゃうんだもんね。まだ特殊部隊に突入された方が良かったんじゃないか。それはそう。戦闘するだけなら気が楽なんだが。そうね。荒坂の兵隊なら何度も相手をしたけど、今回は桁が違う。ああ、その通りだ。こいつはかなり危ない橋だぞ。崩れかけのな。なんとか首の皮一枚でつながったな。でも花子様と会ってることがよりのぶにバレたら一瞬で殺されるよな。溺愛してる妹が謎の傭兵とこそこそ密会してたらね。ぬおう、視界がふらつく。どうしたの？まだ高飛車女の文句が言い足りない？まずい、来るぞ。サワンが銀色になっていく。まだ B のサワンは義手じゃないと。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。